大倉映画株式会社は日本の映画会社である。ピンク映画及びゲーポルノの制作、配給、工業、ボーリング場等のレジャー施設の経営、不動産業を行う。1960年12月1日、新東宝代表取締役から退陣した大倉、三つが新東宝へ制作物を供給していた富士映画を母体に、1962年1月に設立した。 代表取締役社長には大倉三つ副社長には大倉の実定で歌手の大見敏郎が就任した。富士映画はもともと1955年12月に大倉が36巻の映画館を経営する手腕を買われて新東宝の経営に参加する以前、1947年6月からレンタルスタジオとして経営していた富士映画スタジオが前身である。 同年早々に、かつて、チャップリンのニューヨークの王様等を輸入配給した、洋画配給会社、大和フィルムを、九州合併、同社代表の徳江聖太郎を、専務取締役に迎え、同年、外国映画の配給を開始する。同年、日本における2作目の70ミリ映画となった、超大作、太平洋戦争と、木ゆり舞台を、 設立後の第1号作品として小森次郎監督、南原浩二を主演に制作、同年4月7日に公開したが、配給網が弱く工業的には成功しなかった。以後しばらくは、大和フィルムの最終公開作品、ファイブガン荒くれ5人拳銃の監督であった、ロジャー・コーマンの制作、監督作品等、外国映画の商品の配給と、時折自社制作の一般向き映画を発表する。 程度に活動を止める。同年、日本製ピンク映画の第一号作品とされる強烈映画制作、小林悟監督の肉体の市場を配給し、大ヒットさせる。さらに数本の成人工作品を制作、配給したところ、高成績を収めるものも出てきたので、自社で制作、配給する作品の主力を成人公映画に転換する。同時に、 当時の関東地区での自社直営館や外部のピンク映画制作に関わる群賞プロダクションなどを中心に成人公映画の配給網 OP チェーンを組織する。現在まで続くピンク映画の専門会社としての体制を固めていった。その後、自社制作から徐々に撤退し、代わりに外注作品を配給する形態に変えていく。それに伴い、大倉映画撮影賞を希望縮小し、 レジャー施設へ転換し始める。1966年、大倉映画撮影所を一部閉鎖し、跡地を総合アミューズメント施設、大倉ラ,ランドとして再開発、現在も大倉映画直営施設として営業中である。同年頃までで外国映画の配給業務から撤退する。1974年には残る撮影所部分も閉鎖された。 1978年9月15日、大倉三次が78歳で死去、子息の大倉美子が経営を継承する。1992年7月5日、副社長の大倉俊彦が七73歳で死去した。1984年末から、大阪のインクプロモーションと提携し、ゲイポルの映画に進出。制作配給及び専門上映館の運営を開始する。 2000年8月28日、東映のシネマコンプレックス運営等の新会社 T、ジョイにシネマサンシャインの佐々木工業、王子シネマの大阪映画らと共に出資して、資本参加する。2001年、制作、配給部門を、系列司会社、o p 映画に分離し、工業部門のみを行う体制になった。2006年5月28日、福岡大倉劇場1、 福岡大倉劇場に2008年2月17日大宮大倉劇場大宮大倉小劇場をそれぞれ閉館する2009年3月1日には上野スタームービー世界傑作劇場日本名画劇場を新創開業のため休館2010年8月1日には上野大倉劇場上野地下特選劇場を閉館同4日上野スタームービー等の跡地に 上野大倉劇場、上野大倉劇場に、上野特選劇場として移転をオープンする。大倉映画設立以前の1952年以来、58年の歴史を持つ上野大倉劇場のクロージングイベントには、小川金也監督の大倉映画制作作品、階段バラバラ幽霊、新階段式季翼下道お岩の音量四ツ谷階段を上映した。キネは順方映画データベースに見られる。 配給作品の一覧であり、日本での配給作品のみである。日本公開順。上野大倉劇場をかつて経営した、映画館かつて経営したレジャー施設、OP 映画株式会社は、日本の映画会社である。大倉映画の子会社であり、本社所在地は、東京都台東区上野2の14の31である。ありがとうございます。